Always takes too long, yeah too long. I ain't got all weekend. We had a good run, yeah good run. But the clock is ticking. I gotta...はい、こんにちは、泉ひなです。じゃあ今日はフェスに行くゲットレディウィズミーということで、崩れにくいメイクをやっていきたいと思います。じゃあまずはピカムのこの拭き取り化粧水で顔の皮脂や汚れを取っていきます。朝は基本洗顔の代わりにこうやって拭き取り化粧水で済ませることが多いですね。ピカムのトナーパッドは低アレルギー性で低刺激なので、敏感肌さんにもすごく使いやすいトナーパッドなんですよ。あ、さっきからちょいちょい喋ってるのは一緒に行く母とちょっとおしゃべりしてます。まあとにかく今日は絶対に夜まで化粧を崩れさせたくないので、しっかりこの段階で皮脂を拭き取っておきます。そしたら保湿にはいつも通り CNP ラボラトリーのプロポリスアンプルミストを使います。もうこれ本当に 3,4 年ずっと愛用していて、化粧前には絶対に使っているんですけど、ちょうどいい保湿力といい匂いなのが気に入っています。これ最近買ってね、この動画で初めて使うメラノ CC のディープデイケア UV 乳液というものですね。お白い日焼け止めみたいな感じで、 SPF も50プラスでしっかりと効果がありそうな感じ。じゃあ実際に使ってみます。実際使ってみると、まず香りがあのメラノ CC 特有のなんかビタミン C みたいな感じの香りで、すごいね、あの香り的にはいいなと思いました。そして伸びもかなりいいけど薄付きな感じなので、塗り心地としてもめっちゃ気持ちよくていいなと思いました。日焼け止め兼化粧下地って感じなので、塗るだけでかなり肌もトーンアップしてくれる感じがあって、ちょっとした用事だけならこの日焼け止めプラスお粉くらい振るったら全然出かけれるなと私は感じました。いい具合にツヤ感も出してくれるし、これほんと良き。ただあの日焼け止めにしては1200円くらいと若干お高めですね。しっかり首にも塗って首もトーンアップさせておきます。次はバニラコのプライムプライマートーンアップで、さらにお肌を陶器肌へと仕上げます。さっきのでもやっぱりトーンアップはしてくれるけど、やっぱりシミくすみあたりは気になってしまうので、そういうのはこのプライムプライマーで隠せれればなと思ってます。最近すっかりねファンデーションというものをあまり使わなくなってしまって、こうやってカバー力の高い化粧下地で大体はカバーできるようになりました。このプライムプライマーはしっかり SPF 効果もありますし、カバー力もある上で崩れにくいなぁと感じるので、すごく私は夏場も愛用できるアイテムだなぁと思ってます。めっちゃ肌綺麗そしたらこのセットバニラコプライムプライマーパウダーを上からのせていきます。これは特に皮脂が気になる部分、おでこや T ゾーン、ほうれい線の上にしっかりパウダーをのせときます。特にこういう日はもうおでことかは油出まくってね、前髪ベッタベタになっちゃうんで、マジで大量にのせまくります。こういうね皮脂が出る部分っていうのは別にパウダーつけすぎたところで粉っぽくなるわけではなくて、むしろ時間が経てば経つほど馴染んでくれるので、あ、そう、目元もねしっかりと油分取っておきます。そしたらセザンヌのナチュラルマットシェーディングのクールトーンを使って顔に影を作っていきます。そう、実はこのシェーディング気に入りすぎてまた新しいのを下ろしました。マジでもう5代目とか6代目とか言ってるんじゃないかレベルなんですけど、めっちゃ綺麗に影っぽく色が入ってくれるし、なんかねいっぱいつけてもシェーディングしてます感が出ないので、このシェーディングは本当に優秀です。ほら一気に鼻筋ができますよね。ノーズシャドウをするときは私はアイホールからつながる感覚で下に下ろしていくと、うまい具合にね目の彫りも深く見えるし、鼻筋も立ってくれて、顔にしっかりと陰影がつくというかメリハリがつくので、このやり方めっちゃおすすめ。アイシャドウをする前にこうやってシェーディングでねベースを作っておくと、なんかいつもよりは顔が濃い人みたいな感じになりますので、はい、顔が薄い勢の皆さんはぜひ真似してください。そしていつも通り唇の下のくぼみにもシェーディングを入れておきます。そしてこれも今回初おろしセザンヌパールグローニュアンサーのライラックムードです。これがイエベさんとブルベさんに似合いそうなカラーが2色展開で、私はブルベなのでこの紫っぽい感じのカラー買ったんですけど、わかります？塗った瞬間肌にめっちゃ透明感出るんですよ。チークの上から重ねて色味をねちょっと変えるのもいいと思いますし、で塗ってたらめっちゃツヤ感が出たので、私は今回ハイライトとして使用することにしました。そして眉毛もいつも通りアイシャドウで描いていきます。クリオのプロアイパレットはすごいいろんなブランが入ってるのでね、眉毛に使いやすいんですよ。っていうかすいません、また私右の頬骨のとこ
下地の伸ばしが甘いですね。これはちょっと今後の反省点ですわ。眉毛はあんまりね、描いてるみたいなはっきりした眉毛は好きじゃないので、本当に上から色をのせる程度、眉尻はしっかりめに形作りますが、眉頭は本当にね、色をポン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 するくらいにしています。ちょっとグラデーションっぽくしています。そしてアイメイクが片目取れてませんでした。なんかね、めっちゃうまいことアイメイク可愛くできたのに片目取れてなかったので、もう片目をもう一度再現していきます。じゃあアイシャドウに使うのはフジヤルックのチョコレートみたいなコスメパレットです。まずこのパール感のあるベージュをアイホール全体に伸ばします。私はあまりベースにパール感のあるカラーを持ってくること普段ないんですけど、今日は結構ちょっとフェスということで気合を入れているので、これを涙袋にも塗ります。このね、これもラメっぽいピンクを涙袋に上から重ねます。涙袋は赤みある方が漏れるんですよ。そしてこの赤を二重幅、まつげの生え際から5ミリくらいのところに伸ばします。結構今回はいつもより派手め、ちょっとパーティーチックで漏れるけどカラーの入った感じのメイクを意識しています。残ったカラーを涙袋にも全体的に塗っておきます。そしたら濃いブラウンをこの目尻側中心に、で目頭もちょっとだけ伸ばして指でぼかしていきます。なんか赤みも欲しいけど、ちゃんと顔も濃くしたいので、まあ目の幅を広げる感覚で目尻側中心にしっかりと濃い色を塗っています。あと同じく濃いブラウンを細いブラシにとって、この目尻のちょっとジライラインっぽい感じのものを描きます。ただこの作業が私にとっては結構難しい作業で、右目はねこの日うまくいったんですけど、左目がなかなかうまくいかなくて、引いてはぼかし引いてはぼかしっていうのを繰り返してました。ではワンデタトゥーのアイライナーを使って目尻に引いていきます。今回は黒目の真ん中あたりから始まって目尻から1センチほどはみ出るようにアイライナーを引きます。これはいつも通りなんですけど、二重のラインの延長線上まで行くようにちょっと今回はつった感じで目尻引いてみました。そしてウズのホワイトのアイライナーを今引いたラインの上に引いていきます。ホワイトのアイライナーだけだと目の幅が狭まって見えてしまうので、黒のラインで目の幅はちゃんと確保してから白のライン使うとめっちゃおしゃれな感じも出ておすすめです。では PIPL のアイラッシュトゥークリームのマスカラを使ってまつげ伸ばしていきます。これなんかね、福袋で当たったマスカラなんですけど、9点で396円くらいで売られてたらしい。でもそれも売り切れらしくて、廃盤なんですけど、めっちゃ束感も綺麗に出るし、まつげも長く見えるし、化粧崩れも全然ないので、ね、めっちゃ気に入ってるんですよ。もう一回これ復刻してくれないかなってくらい、最近使ったマスカラじゃダントツでお気に入りですね。なんかもう3、4ヶ月使ってるのに全然なくなる気配もないしね。本当にこれ優秀すぎる。っていうかここまでやっといてなんやけど、結構説明いつもと被るから、まあ映像でほとんど伝わるやろ。このピンクのラメめっちゃ可愛いんよ。はい。でね、今回フェスは何目的で行くかというと、母とバウンディが見たくて行きました。母と共にバウンディにハマっている私でおります。やっぱね、ちょっとこうレトロっていうか昭和チックな曲とかもあれば、めっちゃ最新やんみたいな感じの曲とかもあってね、バウンディいいですね、ハマっております。そう、ということで今回気合入れてラメマスカラまでしちゃいました。このズーシーのやつね、あんまり普段出番ないんですけど、やっぱこういう気合入れた時につけたいなと思って、まつ、ね、まつげほらちょっとキラキラっとしてみました。やっぱね、まつげがもうキラキラすると目が特にうるうるするでしょ。はい、優勝。そしてリップはね、最近やっと使い始めました、ケイトのリップモンスター。めっちゃいいわこれ、マジで色落ちせん。やっぱ唇に色さえありゃ多少メイクがよれても顔は漏れとる。だからやっぱリップモンスターよっけ、これおすすめで、チークがねあんまり私の希望のやつがなかったので、母が持ってきてたこのケイトのやつの真ん中のカラーを使いましたが、これ色めっちゃ可愛くない？なんか今日のメイクにめっちゃ合うやんと思って気に入りました。もらっちゃおうかな。てかこのやっぱリップの色最高に可愛いよね。リップモンスターね、マジでどのカラーも全部可愛かったから、ちょっと全色集めたいレベルですね。これで1本1500円とは信じられない可愛さと機能性です。あんまりね、売ってるところがないというか売り切れてるとこばっかなんで、ちょっといろいろ探さなきゃ。でまたさっき使ったこのセザンヌのパールグローニュアンサーを最後にまたハイライトとして上から重ねときます。ツヤ感も大事だけど、
何ちょっとねっとりした系はね化粧崩れにつながるんで、やっぱ私はこの大好きなセザンヌの粉系のねハイライトだったらあんまり化粧崩れすることはないし、でもちょっと濡れ感のあるハイライトになるから本当おすすめって感じで、メイクは終わりです。イエー。じゃあ髪を巻いていきます。まずは前髪をずっと止めてて癖がついてるので、水でしっかりと濡らしたらドライヤーで乾かしていきます。そしてなぜか本日前髪カーラーが行方不明になってしまったので、指で緊急対応しました。ドライヤーの熱が残ってるうちにこんな感じで指でね丸く前髪を作って、熱が冷めるまで待ったら意外とねカーラーなくても前髪うまいことくるんとなってくれます。あのサウナ行った時とかも私前髪カーラーとか忘れてこの後予定あるってなったらこうやって指でいつも対応するんですけど、ほら意外とこんな感じでねふわっと前髪になってくれるんですよ。すごくない？じゃあ 32mm の固定を160度にしたので、まずは毛先から巻いていきます。毛先はくるんとまず外巻きにさせます。これを先にしといたら多少巻き忘れがあってもなんかちゃんと馴染んでくれる感はあるので、先にこうやってね毛先をくるんとしておくのは大事です。でもう髪の巻き方迷ったんですけど、まあとりあえずいつも通り顔周りをこんな感じで外巻きにさせます。そうするとねうまい具合にこう顔周りだけふわっとしてくれるので、ここさえ巻いときゃあの髪ちゃんとやってる感が出るんですよね。マジで時間ないときはいつも私この方法なんですけど、今日も実はしっかりと寝坊して時間がないので、とりあえず顔周りだけ巻いとこう作戦でいきました。まあでも今日はせっかくフェスですし、ちょっとめんどくさい気持ち、急ぎたい気持ちもありながら、やっぱり全体的に外打ち外打ちと巻いておくことにしました。まあね巻いといたら多少よれたとしてもそこまでね髪がバサーとはならないので、っていうかこのねサロニアのストレート&カールアイロンみたいなやつマジで便利なんですけど、まあ一回これ2台目なんですよ。でも2台目なんですけどまたなんかつまみみたいなのが壊れて、普通に巻いてる間になんかそのつまみが取れてストレート仕様になっちゃうんですよね。この真ん中がパカって割れちゃうんですよ。でめっちゃ使いにくい。また3台目に変えるか、もう新しい違うやつに変えるか、まあこのまま我慢するか今めっちゃ迷ってる。で全体的に巻けたら巻きはほぐさずに、前髪を巻きます。さっきふわっと刺したんですけど、それだけじゃやっぱ夕方にはカールが取れちゃうので、コテで多少熱を入れとくこと大事。そして前髪周りも外巻きにしておきます。そしたらだいたいこんな感じで髪のセットも終わったので用意をしてきます。じゃあ着替えてきました。今日は全身ピンクコーデということで、可愛くない？実は母と色違いコーデにしました。母も全く同じやつアイテムの色違いセットを着てます。朝から当日の出演アーティストの曲を聴いて2人でテンションを爆上げております。フェスなんで、まあ、結構動きやすい楽な服装で、まあ、汚れてもそんなに悲しくならないちょっとプチプラなアイテムたちで揃えてみました。ピンクコーデ可愛くない？今日のメイク層も合ってる気がします。今日のヘアメイクはいつもよりちょい派手くらいなので、全然普段の日常に落とし込める感じだと思うので、ぜひ皆さんもこの動画と一緒にメイクしてください。じゃあね、行ってきます。